カオル様、お背中お流しいたしますので、私も入ってよろしいですか？ちょ、ダメだよ、アオちゃん。大丈夫です、カオル様のためだったら。私、アオちゃん本気だ。失礼します。ちょっと、入っちゃダメだって。あれ、服、着てたの？はい。とにかく、ダメだもんな、ダメだ。って、あれ、カオル様。あの、この獣は、葵お嬢様に何ということを。まず、やめて、みやびさん。葵様、みやびさん。いって、大丈夫ですか？申し訳ありません、私が大声を出したばかりに。いいよ、こっちも悪いんだし。それより、この人、誰？神楽崎みやびさん。小さい頃から、私の身の回りのお世話をしてくれている方です。葵様、ご自身が何をしているのか、分かっておいでなのですか？だってじゃありません！なんで怒ってるの？家の方には連絡して、まだ大丈夫だって。ごめんなさい、私実は家には内緒で出てきてしまって。え？葵様、もっとご自分の立場を理解していただかないと困ります。桜庭家は桜庭呉服店創業より204年、今や国内有数の巨大企業桜庭グループを経営する由緒正しい名家なのです。その桜庭の名に恥じぬよう常に心がけ、責任ある行動をしてもらわなくては。無断で家を出たことは謝ります。でも私はカオル様の許嫁で。いいえ、その男はもはや花火師とは何の関係もない男です。葵様の夫となる方はいずれ桜庭グループの社長の席を担うことになります。だからこそ葵様は相応のお方と一緒にならなければなりません。ですが、その男は花火師を勘当されている身、桜庭家との関係もすでに断たれています。何の力もない凡庸な人間など葵様と釣り合うはずがありません。さあ葵様、今すぐに帰りましょう。カオル様。葵様、いい加減になさい。嫌です、私はカオル様のお世話を離れたくありません。まだわからないのですか？私はカオル様以外の人なんて考えられません。私はカオル様の妻になるために今まで生きてきたのです。葵ちゃん、戻ってもらえませんか？花火師の家に。花火師に戻りさえすれば私たちは一緒になれるんです。どうか戻ってはいただけませんか、カオル様。には戻れない。カオル様。これでお分かりになったでしょう。所詮この者はこの程度の男だったのです。さあ帰りましょう。ご両親も心配されてますよ。分かりました。でもあと少しだけ、せめて最後に二人だけで話をさせてください。葵様、お願いします。話が終わったら、そうしたら必ず帰りますから。
承知しました。私、カオル様とお会いできて本当に幸せでした。小さい頃のカオル様も素敵でしたけど、今のカオル様も想像以上に優しくて親切で、このまま一緒にいられたらどんなに幸せかって。でもカオル様がお決めになったことですから仕方ありませんね。俺が花火師の家を出たのは、もともと俺が花火師の人間じゃないからなんだ。え？俺の前の名前は本城薫。俺の母親本城久美と父親花火師雄二は正式には結婚してなかったんだ。花火師の連中に猛反対されてね。でも5歳の頃父が交通事故で死んだ途端、奴ら手のひらを返して俺を引き取りたいって言ってきた。母さんは俺に苦労をかけまいとして花火師の言う通りにした。だから俺もそんな母さんに心配かけたくなくてずっと花火師の後継ぎを演じてきたんだ。でも俺は花火師の人間にはなれなかった。やめろ！やめてくれ！あの女は半年も前に死んだのだ。死んだものを思い続けてどうする。あんな女のことなどさっさと忘れることだ。貴様、このわしに歯向かう気か？なんだその目は。それをわしに渡せ。渡せんか、ご情もの目。貴様は300年続いた花火師隊だ。次期当主としての自覚が足らん。ここまで育てた恩をあだで返すつもりか。それから俺は花火師を出ることを決意したんだ。これ母さんからもらったお守り、これだけはなんとか守り抜いたんだ。この中にはへその緒が入ってて、これだけが最後に残った母さんの形見。俺にはもう家族と呼べる人間はいないんだ。あそこは家じゃない、牢獄だったよ。だからもう帰らない。葵様、さ、参りましょう。いつまでもこのようなところにいてはいけません。葵ちゃん、ごめん。俺、その…カ
カオル様。私なら大丈夫です。そんなに思い詰めないでください。突然押しかけた私が悪いのですから。ご飯ちゃんと食べてくださいね。無理をせずお体を大切にしてください。葵ちゃん。カオル様、そんな心配そうな目で見ないでください。私なら。私なら本当に大丈夫ですから。私大丈夫です。だってカオル様は私の大好きなままのカオル様だったから。これからも今のままのカオル様でいてください。私の大好きなカオル様のままで。いたしました。あ、花火師だ。おーい花火師、飯食いに行かねえか。おい花火師待てよ。花火師。なんだいつ。さあ、でもさ、ご両親には先ほど私の方から連絡しておきました。お二人とも大変心配していらっしゃいましたよ。もう二度とこのような軽はずみなことはなさらないでください。葵様に万が一のことがあったら私は。カオル様。俺にはもう家族と呼べる人間は。私はいない方がいい。私がいたらカオル様は花火師のことを思い出してしまうから。でも。お母さん。お母さん。お母さん、どこ行っちゃったの。お母さん。まこちゃん、まこちゃん。この先もずっと一人なのですか。ただいこの部屋、こんなに広かったっけ。ん？お鍋と冷蔵庫に昨晩の残り物がありますので早めにお召し上がりください。葵。参ったな。一人は慣れっこだと思ったのに。なんで、
なんでこんなに俺。青ちゃん、カオル様、よかった、いらしたのですね。どうしたの、青ちゃん。あのカオル様、助けてください。え、どういうこと？私、もう一度カオル様に会ってお伝えしたいことが。それで宮城さんから逃げてきたのですが、道に迷ってしまって。逃げてきたって、青ちゃん今どこにいるの？カオル様と出会った駅だと思います。分かった、すぐ行くから絶対そこを動かないで。まだ帰ってなかったんだ。戻ってきちゃった。でも、カオル様には何て言えばいいんだろう。どんな顔したらいいんだろう。やっぱり迷惑なんだろうな。私、カオル様に迷惑かけてばかりだ。勝手に会いに行って、勝手に押しかけて、その上勝手に呼び出して。こんな私をカオル様は許さないかもしれない。すごく怒ってるかもしれない。もう私はカオル様に嫌われてしまったかも。カオル様。青ちゃん。カオル様。あの私、カオル様にどうしても言いたいことがあって。でもカオル様を待つ間いろいろ考えたのですが、カオル様ご迷惑じゃないかって。だけどやっぱり私どうしても言わなきゃって。だから。寒いでしょ。風呂沸かしてるから先に入んなよ。そんな、カオル様の方がたくさん濡れてます。俺はいいから先に入んな。カオル様。ん？私、カオル様と別れた後、いろいろ考えました。みやびさんに言われたことや、桜庭家のこと、そしてお父様やお母様のこと。でも決心しました。私も桜庭の家を出ます。え？全てを捨ててでも葵は薫様と一緒にいたい。だからお願いです、薫様の妻として葵と契りを交わしてください。全て見られちゃうんだ。愛より青し同性。ああ、
なたの鼓動が聞こえる。